はい、ひとつきまさしみつです。今日はちょっと久しぶりにですね、外国人任せ、新刊出されたですね、沢田さんに登場してもらって、日本の雇用の問題について、語っていきたいというふうに思っています。まあ今ね、物価が上昇して賃金が上がらない、大企業ばっかり上がっているとかっていうふうに思ってるかもしれませんが、何気にですね、我々の社会はですね、超人手不足社会になっていて、その現状が一体どういうふうに歪んだ形で支えられているのか、沢田さんが突撃モンゴル取材をしてきたので、沢田さんにその報告を聞いていきたいというふうに思います。沢田さん、久しぶりですね。よろしくお願いします。お願いします。いやモンゴルはね、皆さん、先に言うとくけどですね、寒いんですよ。寒いです。寒いね。めちゃくちゃ寒いですよ。めちゃくちゃ寒いね。ね、しかも何月見てきたんですか？1月末なんですけど、私とウランバートルってモンゴルの首都ウランバートルって言うんですけど、ウランバートルの空港、日本の ODA で作られてるんですけど、そこに到着して、だいたいマイナス25度ぐらいなんですよ。うん、まあそんなもんやね。マイナス25度なんですけど、まあそこからホテルのタクシー乗って、タクシーのドライバーさんと、ちょっと話してたら、いや、もう、モンゴルは春になって、あったかくなってきましたよ、って言って。マイナス40度ですからね、真冬。うん、すごいよね。うん。まあ、そんな、極寒の中に、熱き沢田さんが突撃取材を、一体何を見てきたのかと。それはね、日本の人手不足に実は関係していることでもあるわけです。はいはいはい。うん、まあ、なんでウランバートルに行ったかって言ったら、なんですかね、皆さん、まるっと外国人労働者って、なんか、ベトナム人とか、インドネシア人とか、なんか、ネパール人とか、よく見ますよねって思うんですけれども、やっぱりその、来てるのが東南アジア、南アジアなんですよ。なので、その、日本で働くにしても、これだけ47都道府県、最低賃金が違って、なおかつ、もちろん、東南アジア、南アジアから来るのでね、だから、初め雪見たときはね、嬉しいんですよ。これが雪かと。ただ、まあ、次の日以降、脅威でしかないんですよね。寒すぎて。まあ、そうだね。だから特に、もう現状でも宇都宮から来たに関しては、人がなかなか集まらないんですよ。そんな寒いとこ。どうせ働くんだったら、もちろん賃金がいい。もちろんその北海道とかね、東北とか青森に行った方が賃金が高いんだったら、まだあれですけど、逆じゃないですか。逆やね。東京、大阪、東名阪に行った方が安いし、賃金高いし、あと好き好んで北海道、東北に行かなくても、九州とか沖縄とか、沖縄とかに行ったら、まあ、気温とかも似てるし、過ごしやすいじゃないですか。なんかほんと人集まらないんですよ。いや、なんか一瞬止まってしまったんだけども、まあ確かに寒いところの方が、賃金が高ければ行くけども、まあそれが安ければいかんわな。うん。それで今、政府でね、技能実習制度の有識者会議ってしてるんですよ。ほう。で、技能実習制度って、説明しだすと長くなるんですけど、まあ今、たくさん単純労働分野で働いてる外国人の在留資格って技能実習生なんですけど、結局、この制度が、3年間転職できないんですよ。まあ、細かく言うと転籍っていうのができるんですけど、まあ基本的に転職ができないんですよ。で、アメリカの人身売買白書で、2回連続、これは奴隷制度だみたいなこと書かれて、まあそれに焦ったのか、いよいよ技能実習制度を廃止、今まあ各紙、日経とかでも、まあ各紙、主要メディアも報じてますけれども、まあ、日本弁護士会とかは、技能実習制度を廃止するとかって言ってるんですよね。おお、まあ、廃止できるものはしてみろって感じなんですけど。おお、あなたの町のコンビニも、惣菜も作れなくなりますけど。何もなくなっちゃうけど、大丈夫ですかって感じなんですけど、まあ、それプラスアルファね。で、じゃあ、技能実習制度廃止してどうするのかっていうところで、2019年に、まあ、アメリカにこれだけ言われるんで、結局正面から、安倍政権の時に、要は正面から人手不足を解決するための制度として特定技能っていう在留資格作って、そっちの
在留資格で受け入れを進めましょうってなったんですよ。なぜかって言ったら、技能実習っていうのは、例えば、ベトナムの縫製工場の子が、日本の縫製工場で働いて、ベトナムより高い技能とか知識を得て、途上国に戻ってそれを生かすっていう、あくまで、国際貢献制度だったんですよ。嘘っぱちなんですけどね。まあ、そういった、本音と建前の矛盾みたいなものを解決するために、まあ、特定技能制度。で、まあ、この有識者会議でも、まあ、特定技能制度に一本化しようとしてるんですけれども、特定技能制度って転職ができるんですよ。うん、転職ができるんですよ。はい。ということはね、もう地方を諦めてる、地方からしたら、技能実習制度を残してもらいたいんですよ。転職ができるとなったら、日本入ってきてね、北海道とか東北でね、はじめ日本のことよくわかんないじゃないですか。で、入ってきて、もう毎日もうなんか雪かきとかもうめっちゃ寒いと。もう耐えられないと。で、まあ、例のごとく、まあ、全国人手不足なんですよ。で、東京、大阪、名古屋。まあ、そういった賃金高いところじゃなくても、まあ、あったかい、沖縄とか、九州の求人票があって、転職できるとなったら、何が起こりますか？いやー、そりゃ、そっち方向に流れていくわな。当たり前にね。で、だからもう北海道の、だから、郊外、北海道の郊外とか、東北の郊外とか、もうだからもうより人を集めるのが難しくなって、まあ、なおかつ技能実習生で入れたとしても、この技能実習制度って、技能実習生3年間経ったら特定技能に移行できるんですよ。で、この移行するタイミングで、どんどんもう都市部に移動するっていう動きが、目下起こっていて、まあ、モンゴルに行こうと思った方も、最初のきっかけはあれなんですよ。また北海道の、建設業の中でも、私高校生の取材がメインなんですけど、建設業の中でもその三大躯体工事、だから片枠とか鉄筋工とか飛び工、まあ、一番が飛び工ですよね。本当人集まらないんですよ。もう本当に外国人任せになってるんですけど、それで人をじゃあ集めてこようってなった時に、だから今主役となってるベトナムの賃金がどんどん上がってるので、で北海道東北の業者さんどうしようと。で、まあベトナム上がってきたからじゃあなんか今ミャンマーだカンボジアだってなってますけど、まあどっちにしても南の国じゃないですか。うん、そうね。で、こんな寒いとこ耐えられないでしょ。うん、もう雪とか見たことがないっていう、ね、いう風になったら、まあ、モンゴルの人やったら、マイナス5度か、あったかいな、みたいな、そういう感覚やからで。いや、本当にそうなんですよ。で、だから、だからいろいろ考えたんですよね。じゃあ、この寒冷地の人手不足どうしたらいいのかって考えたときに、日本の送り出し国で、なおかつこの燃油とか、燃サーチャージとかめちゃくちゃ上がって、今そんなに気軽に海外行けないんですよ。で、前、ネパールとかね、ちょっと取材で行こうとしたら往復20万円とか超えてね、なんかもう本当に気軽に行けない感じで、まあ言うて往復10万円ぐらいで行ける、日本から行ける国でね、なんかこの寒冷地で働ける人材ってどこにいるのかなと。はい。あ、また一瞬止まったわ。また一瞬止まった。でも大丈夫ですか？大丈夫。でも、寒冷地に、で働ける人どこにいるのかなって言って、モンゴルっていうことでしょ。モンゴル。いや、なんかモンゴルが真冬マイナス40度って聞いたときに、あ、ここしかないと思ったんですよね。ただ、多くの、要は人材会社とかが、モンゴルに、なんかそういう話聞いたら、なんでモンゴルからもっと人入れないのってなるじゃないですか。人が少ないんですよ。モンゴル自体がね。自体が。だからもう人口がね、東京のだから半分以下、340万人ぐらいしかいないんですよ。で、そのうちの半分ぐらい、160万人ぐらいが首都のウランバートルに住んでいて、で、まあ、モンゴル人の一般的な月収って400から500ドルぐらいなんですよ。高くなったな、でも。すごい高くなったね。それでも十分。だからまあ、言っちゃ悪いですけど、この何十年賃金上がってないんでしたっけ？3年ぐらいだったらいいな。3年ぐらいだったらいいな。30年ぐらい上がってない。上がってない国に、まだ来る魅力がね、まさかの、ね、あるんですよ。それで、まあ歴史的に紐解けば、やっぱり万里の長城、ドカーンって、
壁作られてですよ。こっから北はもう本当に野蛮な人しか住んでないみたいな、嫌がらせから始まって、逆の国境を見たらロシアでしょ。うんうん、まあ、すごい場所にあるんですよ。そうね。そうね。すごい場所にあるんだけれども、やっぱりモンゴルの街中行ったら、うん、その、ハルマフチ中高一貫校とかね、うん、空港着いたら日本の ODA だしね、おめちゃくちゃ親日なんですよ。なるほど、なるほど。で、首都ウランバートルの市長が、だから朝青龍のお兄ちゃんだったりするんですよ。懐かしい朝青龍。なるほど。だから、まあ、めちゃくちゃ親日なんですよ。うん、もう数少ない親日国じゃないですか。もう、このね、日本周辺で。うん、だから日本に行きたい子とか、めちゃくちゃいて、実は、うん。で、いくつか学校回ってきた、日本語学校回ってきたんですけど、ちょっと清水さんにも動画送ったんですけど、その学校、それは何のクラスかって、北海道の飛び校で行く若者たちのクラスですね。うん、なるほど。この勉強してるでしょ。あ、勉強してる方からいくか。はい、これか。昨日12時まで勉強しました。昨日12時まで勉強しました。おお、昨日12時まで勉強しました。まあそうやってせっせと頑張って。で日本を目指してくれてるわけなんですよ。おこれなぁ、懐かしいな。ちなみにあのモンゴルね、うん、ゲルっていうのがね、うん、あるじゃないですか、うん、これね、はいはい、あのうちのね大学、私が出た大学、アジア圏の文化を教えてるところで、ちなみに私の 大、うん、あの大学と学部とあの専攻を言うとですね、滋賀県立大学人間文化学部、はいはいはい、地域文化学科、うん、アジアコース専攻というところ、私は卒業してるんですけど、当然、モンゴルについても勉強したし、実物大ゲルが大学に置いてあって、よく入ってた。懐かしいな、あ、そうなんすか、この風景。まあ、私、そのリアルゲルに行ってきて、こっち行ったから、レプリカゲル、まあまあ、本物を持ってきたんだけども、そのやっぱ寒い中に置いてあるっていう意味では全然違うよね、これ本当に、うんうん、すごいな。今だからそのベトナムの実習生とかね、取材してきてね、だから結局ベトナムだろうがインドネシアだろうがカンボジアだろうがミャンマーだろう、まあミャンマーはちょっと違いますけど、結局その、い、要は各国の、要は田舎の農村部の貧しい人たちの出稼ぎ話なんですよ、技能実習生って。やっぱりそのモンゴルで話聞いても、この首都ウランバートルのこう周辺に、要は遊牧民として生きていけなくなった人たちが、移動式ゲルを置くような町、エリアがあるんですよ。そこに固まって住んでるわけなんですよね。やっぱ遊牧民の人たちも、やっぱり家畜の数、要はキャッシュアウトするところが、要はカシミヤの毛を売ったりね、その限られてるじゃないですか。で、家畜の数で勝負なんで、それで物々交換できるものもなくなったら。また止まった。固まっちゃいましたね。うん。うん。はい。で、うん、ごめんなさい、また止まりましたね、うん。なんかね、今日はね、ネットが不安定だね。あ、ごめんなさいね。なんか、誰かに妨害されてる。妨害されてるかもしれん。うん。まあ、すごい、簡単に言うとですね、皆さん、うん、昔はね、テレサテンだったんですよ。ね。テレサテン。はい、上の初の夜行列車降りた時から、みたいなね、感じでですね、北国から人をね、こう呼んでたわけですよ。日本は都市部の労働人口を。で、それがね、もう日本人働かんようになってきて、ね。あ、皆さん、よくある誤解なんですけども、これね、日本人に外国人の、仕事が取られているではなくって、中小企業も本当だったら日本人を雇いたいんだけど、募集しても来ないから、仕方ないから外国人っていう側面がかなり強い。で、だから上の初の夜行列車ね、降りた時からが、ウランバートルから呼んでこないともう来へんようになったっていうことですよ、これは。うんうん、そういうことでしょ。おっしゃる通り、おっしゃる通りやね。で、だからその、だからね、やっぱりね、ベトナムで見た風景ではなくて、新たなその成り上がりストーリー、
なるほど。やっぱり首都周辺のゲルって、だからマイナス25度とか45度の中、水とかもみんな手で運ぶんですよ。手で運んで、すごい。で、ちょっとトイレ行きたいって言ったら、マイナス25度の中のボットントイレ。初めて、あれちょっと今日動画送ったやつ見てもらったらトイレも一瞬映ってるんですけどね、うん、外から入っていくやつ、うんうんうん、これか、あるぞ、うん、これがボットントイレか。あ、ちなみにすいません、あのテレサ10はカバーしてるだけで、実際歌ってるのは石川さゆりさんですね。はい、津軽海峡冬景色ね、はいはいはい、これかボットントイレ、マイナス25度の中。澤田さんはここでトイレしましたか？もちろん、何事も経験なんで、はいはい、ただね、まあ、ベトナムの田舎とか、インドネシアの田舎とかって、ボットン便所残ってるのいっぱい見まして、すごい強烈な匂いに、うん、用を足すこともできなかったのが現状だったんですけど、モンゴルは楽勝。あ、匂いは楽勝ね。匂いは楽勝。すべて凍ってる。うん、怖いのが、なんかやっぱりそのダラダラションベン出してたら、うん、なんかこうって、なんか膀胱とか、こうやってたら、そうそう。いや、ダラダラ出してたらあかんから、うん、もう一気に放出する。うん、年いったら大変やで、ちょろちょろとかってやってたら。まあ、でもそうやって生活している人がいてね。いや、そりゃだから、日本来てって思いますよね。あと、なんか向こう行って結構ショックだったのが、結構日本ってやっぱ言うて、なんか日本語の要件とか、なんかその何時間講習受けないと入国できないとか、ちょっと邪魔くさいんですよ。やっぱ国際的に見て。だからバンバンみんな韓国に行ってましたね。ああ、まあそうやろうね。ああ、だからその韓国で、だから旅行ビザで入って3ヶ月間。解体工事現場とかで働けば、日本円で60万円ぐらい貯金できるんですって、5、60万円ぐらい。で、さっき言ったみたいに、月収が400か500ドルぐらいなんですよ。だからまあ、日本にまで来たいって子は、やっぱりね、みんなね、本当日本が好きだったね、話聞いたら。なるほど。いや、それはだからすごいありが、だから賃金以外のところで引きつけられるものがあるっていうのは、すごく大きいですからね。いやねえ、昔北条執権の時には戦争までした、うん、日本が海外と戦争したってガチでね、戦争した国っていうとですね、まあ当然一番新しいのはアメリカだけど、まあ蒙古襲来の、うん、モンゴルも当然あるにもかかわらず、まあ、やっぱり80、90年ぐらい前だとまだ遺恨が残ってるけど、800年前ぐらい前になるともうお互い忘れてくれてるのかな。まあやっぱり相撲がすごいですね。まあ朝青龍相撲か、うん、なるほどね。やっぱり朝青龍が現役の時は本当みんなテレビにへばりついてたって言ってましたからね、うん、なるほどな。朝青龍のお兄ちゃんがウランバートル市長ってあんまり知らないですよね。いや知らん、俺も初めて知って、うん、私も初めて知った。でもみんな行きたい人は韓国に、まあ、韓国ね、うん、何気にも今年から最低賃金、確か、うん、9500ウォンとかそれぐらいになってるから、うん、1000円ぐらいですよ、簡単に言うと、これ。うん、なので、でまあ、韓国の場合はしかもあれですかね、全と一緒ですか、統一ですからね、うん、田舎以降が都市。そうですよね。うん、今ね、韓国の最低賃金997円、うん、高くなったな、これ、まあ、それを韓国が高くなったのか日本がいつまでも低いのかどっちかは分かんないですけど、韓国は最低賃金を法律でねどんどん上げて、うん、中小企業が潰れようが何だろうが上げ続けてきたから、うん、まあ、高くなってて、うん、日本はずっと停滞しててっていうそういう状況、うん、そうですね。それまあそういった状況の中でですよ。で、なんですかね、なんか日本弁護士会とかも、まあなんか話戻るんですけど、なんか技能実習制度を廃止だとかって言ってるのが、なんか、ちょっと言葉を失うというか、なんかこの著しい現状認識のズレに対して、まあね、うん。まあ、この怒りに対し、怒りというか、この違和感に対して、ちょっとおいおいっていうので出したのが、ちょっと私の新刊の外国人任せっていう本なんですけど、
もうだから技能実習生廃止とかって言ってる場合じゃないんですよね。それで、なんか多くの人の中で、2018年に、芹沢さんって、私も、何度もお会いしたことあるんですけど、芹沢さんが、新潮新書から出した、コンビニ外国人っていう本が、はい。まあ、出版不況の中、3万部売れたんですよ。3万部ってすごいんですよ。今時、新書で3万部売れるって。なかなかないよ。まあ、3万部売れても入る印税って知れてますけどね。3万部だと1冊800円だとすると、素晴らしい。そんなベストセラーを書いて200万円くらいは入ってくるね。もちろ240万円ん。ぐらいですね。まあ、新車の軽自動車1台買えるぐらい。ただ、それ給料じゃなくて売り上げなんで、そこから取材経費を出すとですね、まあ年収ベースで100万ぐらいかなっていう。まあ、それ言い出すと、本当に泣けてくるん投で、やげてめくましるょうね。か。それでね、だから2018年ぐらいって、まあなんかちょうど、なんか世の中の、なんですかね、疑問にヒットしたんですよ。なんかコンビニ行ったら、なんか知らんけど外国人がめっちゃ増えてるやんって、これなんなんみたいなところで、やっぱ本が売れた、出て、多くの人の関心にはまったから、まああれだけ売れたんだと思うんですけど、でもね、当時から、だから結局そのコンビニなんて目に見えてる部分じゃないですか。だからその目に見えてない部分でも、もう外国人依存っていうのがもう強烈に始まっていて、で、コンビニ外国人っていうじゃないですか。でも、もはやコンビニなんてね、コンビニ惣菜。コンビニ惣菜とかコンビニ相手、置いてあるもの。店員だけじゃなくてね、外国人なんかではもう成り立たないんですよ。それはそうや。で、だって外国人任せのね、表紙に載ってる、これチョココロネ。これは焼きそばパンですあ、ね。これ焼きそばパンか。これみんな手作業ですよ。重要なのがね、焼きそばパンってね、パンに焼きそばを挟む人がいるんですよ。当然います。3D プリンターでガシャーンって出てくるわけじゃない。そうなんですよ。焼きそばにね、だから、まあ、そこ映ってんのも全部技能実習生ですけど、まあ、そういったとこってこう日本人のパート、まず、主婦パートが高齢化していなくなってるじゃないですか。で、若い世代になったら夫婦共働きで、まあ、こういったライン工の工場の仕事なんか集まらないじゃないですか。もう、だから、まあ、漏れなく外国人任せなんですよね。だから、まあ、なんつうかな、この私ちょっと、もうなんか目に見えないところで、皆さん、外国人に関わってないってことありえないんですよっていうことを、ちょっと書くためにも、冒頭はね、その本の冒頭はね、佐賀県の鳥栖市の、大手コンビニエンスストア、まあ、3つのうちの1つの、製造工場のラインのシーンを書いたんですよ。まあ、あるベトナム人のご取材したんですけれども、まあ、1つの例に10人ぐらい立ってるんですよね。そこの、私が取材した女の子の例に。で、最初の2人が麺を計量して、まあそこにずっと空のプラスチック容器が延々と流れてくるんですよ。大晦日だろうか、お盆だろうか、盆暮れ正月なしに24時間。で、そこで最初の2人が麺計量して、まあ3人目が、要は麺を鳴らすでしょ。容器に入った麺を鳴らして、4人目がナポリタンソースをかけるんですよ。で、5人目と6人目が、まあ、ソーセージをこう置くんですかね。置いて、7人目がピーマンを入れて、8人目の子は蓋をするんですよ。で、9人目の子はシール貼って、10人目の子は梱包作業をする例に、まあ、容器を流すっていうふうな、形なんですけど、まあ、これが、まあ、コンビニで並んでる、まあ、ナポリタンスパゲティのライン、例えばね。だから、ナポリタンスパゲティだけじゃなくて、ああいったお弁当とかね、まあ、すべて、まあ、技能実習生。で、まあ、例えば、私の嫁フィリピン人なんですけど、私の嫁今大手牛丼チェーンの工場で働いてますけど、その LINE のはあの私の嫁は班長って呼んでますけど、いわゆる LINE をでその指示する人ですよね。ベトナム人技能実習生ですよ。まあ もう管理職まで、もう現管場理監職、督までもうベトナム人技能実習生で、で、それを使っている、そのベトナム人技能実習生が、フィリピン人の奥さんに対して指示を出して、で、それまあ私逆の、を気づいてない人だ、日本人が牛丼高くなったら、とかつって食ってるっていう。そう。
あ、びっくりしましたよ。だから前、私、フィリピン人とかで誕生日とかで日本人と違ってみんな呼んでやるんですよ。だからなんかそこの工場で一緒に働いてるフィリピン人が、来てるんだろうなと思ってて、いたら、よく写真見たらなんかちょっと顔立ちが違う子いたんで、この子ら何なのって言ったら、いや、ベトナムのトレーニーだと。なるほど。私の、うちの嫁がやってるのは、まあ、牛丼の冷凍食品の方の牛丼の、まあ、ひたすら玉ねぎと牛肉をこう混ぜたり、運んだりっていう仕事なんですけど、まあ、そこの上司も。まあ、だからね、ちょっとね、本にね、奴隷を使ってるのはあなたですみたいな、ちょっと OOC コピー入れたんですけど、外国人と関わ、この日本で生きていく中でね、外国人と関わってないということはもう、もはや、なかなか難しいですよ。だってこれ外国人任せの冒頭に載っている消費者がね、これ焼きそばパンじゃないですか。これ自分でさ、焼きそばパン食べようと思ったらどういう作業が必要ですか、皆さん。ね、まず焼きそば買ってきて、自分でこうやってやって、でパン買ってきて、でこう切って入れて、まあパン焼いて入れて食べる。まあどれだけ慣れていたとしてもね、やっぱ30分か1時間かかるじゃん。ね。で、それがコンビニに行ったら、パッパって食えるっていう背景。やっぱおかしいのよね。おかおしい。かしいおかしい。もう、なんか焼きそばパンだけじゃないですよね。まあ、焼きそばだけじゃなくて、コロッケパンもレバー。全部で全部。恐ろしいな、本当に。まあ、だからね、ああいうのを見て技能実習制度廃止っていうんやったらいいんでしょうけどね。日本経済新聞が、外国人依存度業種都道府県ランキング、これずっと調査してるんですよ。これなかなか面白い調査なんですけれども、これでも、最も外国人依存度が高い業種が、まあ、今言ったような食料品製造業なんですよ。で、どれぐらい外国人に依存してるかって言ったら、その割合が、だから11人に1人はもう外国人っすていうごい状ね。況になってる。で、これ、技能実習制度なくしたら、11人のうち、11人でやってる作業を10人でやりゃいいだけやんけって思うかもしれないけど、そんなところもパンパンでやってるからね、もう。1人抜けたら、ああ、ナポリタンのソーセージがないとか、ソースがかかってないとか、そういう、焼きそばパンだろ、焼きそば入ってないとかっていう、そういう事態になるところだから、これもうギリギリでやってるところよ。すごいな。まあ、そう、焼きそばを挟むレーンの前に、そう、焼きそば作ってるのをまた実習生やからね。まあ、おかしな話ですよ、百何歩で、なんか、ね、焼きそばパンが買えるとか、コロッケパンが買えるとか。それで、例えば、今日2月27日ですけど、今の時期、美味しい海産物あるじゃないですか、日本人が大好きな。ああ、美味しい海産物。どうせ日本も海洋大国ですから。ねえ。いっぱいあるでしょ、そりゃ。まあ、我が国の、首相の、選挙区、で、有名な牡蠣というものがあるじゃないです広か。島といえば牡蠣。もうやっぱりね、それは当然内閣総理大臣のお膝元なんだから、もう日本、純日本な感じでやってるんじゃないですか。ねまあ、これがね、さっきの日経新聞のね、調査で、さっきの言ったのは業種別ですけど、業種と都道府県のクロス調査で見たら、外国人依存度が一番高いのって、広島県の漁業なんおかしいな、内閣総理大臣がいるはずなのにな。広島県の漁業ってね、6人に1人なんですよ。で、広島県の漁業って何ですかって、もう牡蠣養殖じゃないですか。で、私、まあ、牡蠣養殖、まあ、本の中でちゃんと詳細に書いてますけど、牡蠣養殖の現場取材したら、まあ、そこをずっと取材してる研究家さんとかもいらっしゃって、まあ、現場ベースで話聞いても、牡蠣養殖に携わっている8割、もう外国人だって言い切ってましたよ。外国人がいなくなったら、まあ、まず、日本弁護士会がまず、から没収しなきゃいけないのは牡蠣ですね。牡 蠣食えへんようになる。牡蠣食えなくなるですね。今なんかオイスターバーとかね、今なんか時期的にね、牡蠣鍋とかしてたら、それを噛み締めながら技能実習制度廃止とかっていうのを考えたりするね。てぜか、ひね。牡蠣だけじゃないけど、もう全部そうなんやけどね。まあ、あと依存度が高いのがホタテですよね。北海道のホタテ。
やりとないのよ、日本人はお金払ってもそういう仕事、うんうん、困ったな。じゃあ賃金上げたらええやんけっていう話になるかもしれんよ。じゃあ例えばまあそうだね、牡蠣の養殖ってめっちゃ大変やからね、じゃあ時給3000円とか4000円にしますか。でそうすると牡蠣の値段が上がるわけですよ、うんね、でそこまで考えるとなかなか踏み出せないっていうのがまあ現状やからな。コンビニの焼きそばパンが600円とか700円になっても食べたいかいっていうところもあるしね、うん、まあその何ですかね、まあ、いわゆる産経食というところあるかもしれないですけど、うん、なんか今食料自給率だなんだヘチマだって言ってますけど、うん、もっとつぶさに見なきゃいけないのが、うん、まあ、農業とかも漏れなく外国人任せなんですけど、うん、高齢化の状況って想像以上にひどくてですね、例えばその農業で、まあ農業でもめちゃくちゃですよ。もう日本を餓死して殺すのなんて、この時からもうすごい簡単な話だと思いますけど、もう本当に農業なんて2021年時点で農業に従事する、まあ基幹的農業従事者、まあいわゆる本業として農業をやってる人の平均年齢って皆さん何歳か知ってるんですかね。農業といえば高齢化が進んでるから、やっぱり、うん、そうだな、50歳ぐらいかな。67.9 歳なんですよ。それ普通、普通はもうそれ定年してるっていうね。もう約7割が65歳以上なんですよ。つまり、農業で皆さん、59歳で働いてる人は若手ということですよ。もっと分かりやすく言えば、波平は若手なんですよ。波平、うん、そうね。波平54歳ですから。うん、すごいよね。すごい。で、まあさっき言った漁業、高齢化、まあ全部進んでて、農業が一番ひどいですけど、まあ漁業もひどいですよ。漁業従事者って13万人ぐらいしかいないんですけど、これも65歳以上が約4割なんですよ。いやーすごいことだよ本当に。でなんか農業漁業みたいなところって、あ、なんか高齢化してますよね、大変ですよねみたい なんとなく皆さん報道とかで知ってるかもしれないですけど、なんかもっと身近なところで言ったら建設、うんうん、だからまあモンゴルに私が行った理由が一つが、まあ私建設愛が強いので、建設とかもね、建設って大きく現場監督とか技術職、施工管理とか、うんうん、じゃなくて、要は作業員の方ですよね。技能職。もうこっちは、まあ、農業ほどひどくないですけど、要は現場作業に就く技能者が、60歳以上の割合ってもう約 26% なんですよ。で、一方で29歳以下って 12% しかいないんですよね。もう若い人誰もしないから。で、それ誰に頼ってるかって、もうこれも外国人なんですよ。もう増え方がえげつなくて、だから2011年時点で約1万3000人しかいなかったんですよ。建設現場で働いてる外国人って。それが2020年、だから9年後ですよね。それが11万9000円まで、あ、11万900人か。だから10倍以上。うん、10倍以上ですよね。楽勝で10倍以上ですよね。に増えてるっていうことですよね。すごいね。本当に、うん、でだから今そのさっき言ったその現場作業員的な技能者だけじゃなくて、あ、要は現場監督技術者も足りなくて、要は施工管理って要は現場の工程管理ですよね、うん、まあ、いついつまでこれを終わらせてくださいとか、いやこれは予算どれぐらいでやりましょうだとか、要は現場監督ですよね、まあ、そこも外国人入り始めてますからね。だってさっきのだってね、牛丼チェーンの作るやつは、うん、現場がフィリピン人の、まあ、嫁さんで、で、班長はベトナム人技能実習生でしょ。いやーもうこれちょっとね、最近ね、私が昨日、おとついかアップした動画に、うん、AI でフェイクニュースを作らせるっていうね、チャット GPT の動画を上げたけども、まあ、AI とロボットで早く解決しない限りは、日本人の賃金を上げて、こういうところで働いてもらうようにしない限り、もう産業崩壊するよ、人手不足で。
ね、本当に、うん、本当に。だからそのバブル崩壊後って、うん、あの結局非正規労働者を増やして、要は外国人労働者を増やして、その技術革新とかね、キムさんが言われてるような、その技術革新による生産性向上みたいなものを避けてきた結果がこの30年間の低たらくじゃないですか。それで2025年中国の高齢化が2割超えてきて、中国があの本当に人、要は人手不足、東南アジアから人を集め始めたら、日本からみんな撤退しますよ。勝てないですもん、新規。だって中国ってさ、もう2025年までに60歳以上の高齢者の比率 20% 超えるんですから、うん、で 20% ってあの、うん、なんや、2、3億人ぐらい高齢者になるわけだからね、うん、でそうすると、うん、あの向こうがどん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 人を雇うわけですよ。そうすると、うん、今ですら韓国に負けてるけども、あの中国に負けるようになって、で、うん、日本の若者がちょっと日本で働くのやめて中国で働きに行くかみたいなね、そういう、絶対なる、うん、感じになるよこれ。ただその韓国なんてね、うん、あの日本出生率なんか 1.4 キャーとか言ってますけど、向こう 0.76 とかでしょ、うん、確かに。アジアで一番低かったはずだ、ね。アジアで一番低い。で、韓国もあの雇用許可制っていう形で人を入れてるんですけど、ずっとだから外国人の受け入れをやめて、拒み続けてた造船業界、うん、ついにだから東南アジアから人を入れるって言い始めましたからね。うんうん、だからもう、アジアだけじゃなくて、例えば介護とかで言ったらドイツとかね、フィンランドとかね、もうベトナムに取りに来てるわけなんですよ。日本の 1.5 倍ぐらいの賃金で。で、まあ結局協定は結んだけれども、実際ちょっとうまくいかなかったんですけど、だから結局オーストラリアがベトナムから農業で取ろうとしたんですよ。もうこういう動きがどんどん上がっていくので、本当ね、なんかその 3% の賃上げとか、なんかそういう眠たい話じゃなくて、本当日本人の賃金上げないと、外国人来てくれないですよ。いや、来てくれないね。うん、日本人の最平均賃金、最低賃金がギリギリ1800円から2000円ぐらいまでやって、で外国人の方は1600円から1500円とかっていう構造だったらまだ間に合うかもしれないけど、うん、まあそれでも今すぐそれになってギリギリっていうレベルやろうな。最低賃金はだから今すぐ1500円にしなきゃいけないし、まあさ、できるんですよ。ギリギリだね、それでももう。うん。できるんですよ。うん、なんでできるって言い切れるかって言ったら、うん、なんかその皆さん、その技能実習生イコール安い労働、この番組でも何回見てるんですけど、うん、技能実習生イコール安い労働者って、なんか勝手なイメージがあるから、うん、なんかさっきの政府のなんか会議とかでも、なんかその技能実習はなんか奴隷だ、廃止しなきゃいけないみたいな話になるじゃないですか。でもその、例えばね、あの、清水工業がね、技能実習生雇うとしたらね、清水工業さんは直接技能実習生雇えないんですよ。そうなんだ。はい。うん、間にね、管理団体というものを入れなきゃいけないんですよ。要は技能実習生がちゃんと技能実習計画通りに働いてるのかと。それで清水工業さんはね、その管理団体通して、技能実習生を受け入れて、その管理団体にね、毎月ね、3万円とか4万円の管理、1人当たりですよ、月。払わなくちゃいけないんですよ。で清水工業さんが例えばインドネシアとかで取るってなったらね、はじめ面接でインドネシアに行ったりしなきゃいけないじゃないですか。で、そこの渡航費とか宿泊費かかるでしょう。で、まあそこで、あとだから在留資格申請、行政書士さんとかにお願いしたりして、まあ10万円、15万円かかるじゃないですか。そういう、で、まあもちろん海外から来るので、もちろん、社員料とかなかったらね、なんかその、借り上げ社宅とか準備してね、最低限の家具とかも準備してあげなくちゃいけないんですよ。金かかるんですよ。これまるっとね、だから技能実習生一人雇おうと思ったらね、これ技能実習業界だったらみんなわかってるんですけどね、時給1500円の人間を雇うのと同じ話なんですよ。うん、いや、確かにもらってる、技能実習生がもらってる賃金は最低賃金ベースかもしれないけれども、実際雇用者が払ってるのはもうそれぐらい払ってるんですよ。それで、なんていうんですかね、それは大きい企業だからだよと思うかもしれないですけど、技能実習生を受け入れてる企業の半分は、従業員10人以下のもう零細企業でもないんですよ。そういった企業がそれぐらいの賃金払えるんですから、時給1500円できるんですよ。そうやって賃金上げていかないとね、
外国人来ないしね、うん、そもそもね、消費税上げる云々じゃなくてね、うん、日本の GDP の6割ってね、黒人消費なわけなんですよ。うん、この冷え切った段階でね、消費税上げるとかになったらどうなります？伸びないでしょ、GDP なんて。消費税を上げて、防衛予算を上げて、ね。で、経済発展しろっつうのは、これまあ無理やわな。無理無理無理。やっぱ最低賃金1500円ぐらいになってきたら、ようやく年収200万円ぐらいの労働者がなくなってね、ようやくその少子化の問題とかね、この経済成長をようやくしていけるわけじゃないですか。うん、ちょっとはね、だって最低賃金が、1日1500円で働くと1万2000円で、まあ、20日働くとしたら24万円で、288万円になるからね。まあ、ギリギリ。ギリギリやね。ギリギリ。今清水さん288万円って言ったじゃないですか。それでね、結構なんか日本人ってよくわかんないですけど、まあもちろんその外国人の方って弱い存在ですよ、日本の国内では。もちろん海外から来てますし、自分の家がないですし、弱い存在ですけど、日本の高校生と賃金変わらないんですよ。皆さんこういうことあんまりよくわかってないんですよ。これ厚生労働省のデータ見てもらえばわかりますけど、今日そのまま読んであげますと、技能実習生の賃金の平均値って今16万4100円なんですよ。で、高校生の高卒初任給の、平均値って今16万8900円なんですよ。ほぼ一緒やからね。だけどね、高校生雇うとね、すぐ辞めたりするから、技能実習生の方がええっていう、そういう判断なんやろうな、これは。まあ、それは、まあ、悲しいから実際そうなんですけどね。でもそのね、まあ、高校生からしてもね、その、要は東南アジアから来る彼らからしたら、要は3年働いた300万ぐらい貯まってね、まあ、国に帰った家が建つわけなんですよ。だからどんな仕事でもガッツ、なんでも休みなしに働くわけじゃないですか。日本の高校生が勝てないよ、やっぱり給料上げてあげないと。まあ、続かんわな、そら。同じぐらいの賃金でね、だから日本人の生活維持してやろうと思ったらね、で仮に3年で300万貯めたとしてもね、何が買えます？家買えますか？いやーちょっと300万円貯めたらさ、だってモンゴルだとすると多分一戸建て楽勝で建てると思うよ。だって平均月収4万円とかでしょ、向こう。だから10倍ぐらいのイメージでしょ。アパートは買えるって言ってましたね。アパートの一室を買える、ウランバートルの市街の、だからやっぱそこを目的とするとは言ってましたけどね。やっぱみんな日本で言うと、高校生が3年間一生懸命節約して貯めたら東京都でマンションが買えるっていう、マンションの一室ね、もうイメージね。やっぱそんだけ夢格差があったら、まあ無理よね。まあだから賃金を上げるとかそういう形を抜きにして、まあ、技能実習生だけ廃止にすると、まあ、焼きそばパンとかコロッペパンとか、まあ、てかコンビニは壊滅だね。コンビニは壊滅する、コンビニが今すぐ壊滅してもいいですけど、ぜひちょっとね、もう頑張って書いたんで外国人任せ呼んでください、ね。これだけね、まずね、その外国人の方がこれだけ日本経済の根底を支えてるっていう現実を知ってればね、技能実習制度廃止なんていうね、ことを軽々しく絶対言えないから。言えない。絶対に言えない、そんなこと。なんでね、沢田さんのね、外国人任せとルポ、技能実習制、どっちもおすすめなので、買ってほしいなというふうに思います。いやー、沢田さん、ちょっと久しぶりでしたね。久しぶりでしたね。ねえ、どうですか、ね、あ、そうだ、ちょっと最後にちょっと待って。ちょっと待ってね。はい。はいはいはい。はい、いや考えてみたら、これを着て私もやればよかったなと、今日。ね。私が持ってる中で、最も、最高級のファッションであるですね。作業着で、ね。日本絶望ツアーとかっていう風に言って、今日動画をスタートするべきでしたね。はい。というわけで、沢田さん本日もありがとうございました。そして沢田さんの、ね、取材費を支えるためのカンパとか、あとね、沢田さんの本をね、ぜひ買って応援してほしいなというふうに思います。今日も読書。じゃあねー。